カルビーポテトチップス値上げ、片揚げポテトもポテトチップスもピザポテトも全部値上げ、なんでだよカルビー、なんでなんだよ。じゃがいもの中に手榴弾が入ってたからなのか。ピザポテト販売中止するって言ってもう一回販売して割とそんなに反響がなかったからか。なんで、なんで俺の楽しみを、なんで俺の楽しみをそんなことするんだよ。なのになんでかっぱえびせん、札幌ポテト、さやえんどうは内容量を減らして対応するってダメなんだよ。減っても高くなってもダメなんだよ。価格が上がるのはまあしょうがないよ。でもさ、袋の中のお菓子を少なくするのはやめようよ。その袋の中には子供、デブ、いろんなやつの夢や希望、そんなもろもろが全部入ってるんだよ。なのにその希望や夢を少なくするっていうのかい。お前ら人間じゃねえよ。人間の皮をかぶった悪魔だよ。お前らが価格を上げて容量を少なくなるって言うなら分かったよ。こっちもこっちも出るとこ出てやるからな。もうカルビー製品は食べない。ずっとずっとせんべいや羊羹、日本和食、和菓子をずっと食ってこれから生きてやる。もうお前らみたいなジャンクフードまがいのお菓子は俺は食べねえからな。分かったか。それが嫌なら内容量を大きくして価格を下げろ。俺が言いたいのはそれだけだ。